皆さんこんにちは。今回は最強スキルランキングということで、現環境最強のスキルをランキングにしてみました。こういうランキングは多分初心者が見ると思うので、初心者向けのランキングです。で、強い人はこんなランキングとか見る必要ないです。どれかが一番強いとかじゃなくて、スキルの組み合わせのゲームだからです。ただ今回この動画を作ったのは、初心者がこの動画を見ることによって、どんなスキルが強いのか、どんなスキルを優先してオーダーを引いた方がいいのかなど、なんとなくわかるのかなって思ったからです。今回は動画が長くなりそうなので、用語などの細かい説明は省きます。わからないことがあったら動画説明欄に貼ってあるリンクを見てもらえればと思います。で、毎度のことながらいつもお世話になっております、霧雨さんが作った SAOIF スキルレコードまとめっていうサイトをこの動画でも使うので、皆さんこのサイト本当に便利なので、ぜひ使ってみてください。で、以前74層環境の最強スキルまとめっていう解説記事を書いたんですけど、こことちょっとだけ内容が変わってるだけなので、これを見ながら見ていこうかと思います。まず第1位、覚醒パワーライズってやつです。パワーライズっていうのは、進化強化限界突破しきると、それ1個つけるだけで攻撃力が800も上昇するアビリティ効果です。これがめちゃくちゃ強いです。で、さらに覚醒機能っていうのもついてて、これはめちゃくちゃ強いので、1枚でも多く持ってた方がいいってことで、覚醒のパワーライズ、特にこの夜空に咲く青バラキリトってやつが、この動画撮ってる時点ではこの最大330連無料オーダーを使ったリセマラで手に入るんですよ。一応ラインナップに入ってて、この4周年無料オーダーのリセマラあたりランキングっていう記事に書いたので、これランキング良かったら見てもらえればと思います。まあ、この動画撮ってる時点での無料オーダーなので、これからラインナップに入ってこなかったらリセマラでは手に入らなくなるので注意です。で、とにかくこれめっちゃ強いので、初心者はまずこれ持ってなかったら1枚でも手に入れるといいと思います。で、リセマラ以外だとこれ本当に入手困難なので、アルカナジェム貯めておいて、覚醒のパワーライズがオーダーでピックアップされたら、できればステップ5まであるやつで、ステップ5まで引くのがいいです。ただこの動画撮ってる時点では、このサイバーディメンションオーダーっていうのがちょうど出てて、これはステップ3までしかないんですけど、このシビルタドラーゴシリカってやつ、これが覚醒のパワーライズなので、初心者はまずこのオーダー今の時点なら引いた方がいいのかなって思います。覚醒パワーライズ持ってないのなら、できればステップ3まで引き切った方がいいと思います。まあ、当たらなかったらしょうがないんですけど、結局当たるか当たらないかに関わらず引かないと当たらないので、まあ、いずれ引くと思って外れたとしても引くのがいいと思います。で、次、覚醒のパワーライズ4です。さっきパワーライズ3が攻撃力800上昇って言ったと思うんですけど、これ900上昇のやつで、で、このアビリティの効果ルールっていうのがこのゲームにあって、例えばこのパワーライズ4ってここカッコで囲まれてると思うんですけど、このカッコで囲まれた効果名が被っていると、そのうちの一つしか発動しないんで、全部同時に発動しないので、だからパワーライズ3とこのパワーライズ4の併用がすごく良くて、まあ、この防御力が低下するとかいろいろデメリットはあるんですけど、これ結構汎用性高くて強いです。で、この後第3位で紹介する直剣モッドっていうのが強力で、運営はそれを対策したボスを今後出してくることが予想されます。で、その強い直剣モッドってやつを2枚持ちでなんとか周回できるボスもいることはいるんですけど、やっぱり直剣モッド対策これからどんどん運営がしていくと思うので、汎用性は低いです。いや、直剣モッド初心者がなんか周回するんだったらめっちゃ汎用性高いんですけど、だんだんボスが強くなってくるので、あと片手直剣以外でも結構強いモッドスキルとかあれば高威力で撃てるので、であと直剣モッド2枚持ちっていうのが、眼帯アリスっていうめっちゃ入手困難なスキルがあるんで、それも使うので、ただこのパワーライズ4ってやつ結構汎用性高いので、パワーライズ3の覚醒を持っているのであれば、これも持ってった方がいいです。もうこれさえあれば、強いモッドスキルと強いモッド素材を手に入れて、で、高ステータスかつスキル構成を良いものにすると高威力で撃てます。で、このドロンと隠れみサチっていう記事のちょっと下行くと、パワーライズ4っていうのがあるので押します。するとパワーライズ4を持つスキルがこれ出てくるので、これ他にも、まあ、この切れ味抜群勇気っていうのがあるんですけど、まあ、基本的に入手方法はさっき言った無料オーダーのラインナップにあればですよ、あればリセマラで手に入れられます。それ以外だと本当入手困難なので、さっきと同じようにオーダーでピックアップされたら、まあ、引くっていう感じなので、そのためにジェムを貯めておくっていう感じです。で、第3位、直剣モッドです。
で、モッドスキルっていうのは、こういう風に青い字で追加効果って書かれたスキルを装着できるスキルのことを言うんですけど、装着すると、その追加効果がくっつくんですよ、モッドスキルに。それがモッドスキルです。で、直剣モッドっていうのはその片手直剣版ですね。片手直剣のモッドスキルで、この双剣士の記憶ユージオっていうのを装着するとめちゃくちゃ強くて、初心者がボス周回するのにすごくいいんですよ。この自身の攻撃力が防御力 ×2 上昇っていう効果ですね。これがマジで強いです。で、なんで初心者におすすめかっていうと、この双剣士の記憶ユージオって常設イベントで手に入るんですよ。メニューアイテム強化交換、限定アイテム交換ってやって、で、この青バラのフラグメントと交換ってやつの上の方を押して、交換所のところにあるので、これで交換できます。だから、片手直剣のモッドスキルさえ手に入れば、誰でも高い威力で撃てるようになります。ただそのためには防御力を上げないといけなかったり、スキル構成を良いものにしないと、高い威力で撃てなかったりするので、まあ持ってるだけで強いってわけじゃないんですけど、必須スキルが少なくて済むんですよ。周回のための。で、入手方法は覚醒パワーライズとかと同じで、ピックアップに片手直剣のモッドスキルが来たら引きましょう。で、次、第4位、作詞のアクスアルゴ。これはクリティカル発生率が爆上がりするスキルです。で、詳しくはこの作詞のアクスアルゴの評価っていう解説記事を書いたので、こちら見てもらえればと思います。まあ、基本的には入手方法は無料オーダーのラインナップにあればリセマラで、リセマラで覚醒パワーライズ引いた方がいいんですけど、正直俺の考えなんですけど、覚醒パワーライズはさっき見たようにオーダーのピックアップでたまに来ることがあるので、まあ、今後も続けて来るかどうかわかんないんですけど、オーダーのピックアップに来るのでなんとか手に入れることはできるんですよ。まあ、オーダーなので運だから手に入んないかもしんないんですけど、可能性的にはあるんですよ。ただこの作詞のアクスアルゴっていうのはオーダーでピックアップされないんですよ。かなり古いスキルだし、で、同じような効果のこのキツネリーファって呼ばれるやつも、もうピックアップされることがなくてなかなか手に入んないので、引くとしたらリーファバースデーオーダーとか、 SAO 原作者の川原歴先生がアルゴの誕生日を2008年の6月5日に設定したので、6月にアルゴバースデーオーダーが来るとしたらそこに入ってるんじゃないかって思うんですけど、まあ、リーファバースデーオーダー引いてもリーファの必須スキル他にもあって結構引いてもいいんじゃないかなってちょっと思ってるんで、まあ、とにかく入手方法はリセマラかバースデーオーダーだと思います。で、次、第5位、眼帯アリス。決意の騎士アリスって呼ばれるやつなんですけど、で、これ直剣モッド2枚持ちにできるので、これ双剣士の記憶ユージオと同じ効果、自身の攻撃力が防御力 ×2 上昇っていう効果あるので、これあるとすごくいいんですけど、今ほんと入手困難で、狙うとしたら、まあ無料オーダーのラインナップに入っていればそれでリセマラするしかないんですけど、まあリセマラだとさっきの覚醒パワーライズとか、作詞アルゴとか、そういうの狙った方がいいんで、まあこれも結構リセマラで手に入ったらすごくいいと思うんですけど、基本的にはアリスバースデーオーダーとかでしか狙えないので、まあ、とにかく第5位は眼帯アリスでした。で、次、第6位、ハイフユイってやつですね。安らぎの笑顔ユイってやつ。これは第5層のストーリーのクリア報酬でもらえます。で、これについては解説動画やったのでそちら見てもらえればと思います。これ配布スキルなのにめちゃくちゃ強いです。星3なのにめっちゃ強いんで持ってるといいかなって思います。で、次、第7位、忠義の盾キズメルってやつです。盾傷って呼ばれるやつなんですけど、この忠義の盾4バフっていうバフがえぐいくらい強いです。1秒間防御力が高いほど追加ダメージが上昇ってあるんですけど、このバフ効果がめっちゃ強くて、片手武器使ってるなら盾装備するだけでこれ装備できるので汎用性が高いっていうのがあります。で、テキストにはないんですけど、バフを発動させるにはコツがいります。うまくやらないと発動しません。詳しくはこの忠義の盾キズメルの評価っていう解説記事に書いたので、よかったら見てもらえればと思います。入手方法ですが、このユナ傷って呼ばれてるやつですね。盾ユナとか言われてるやつで、この万全の備えユナっていうやつが同じ効果あるんですよ。で、同じ盾スキルなので狙うとしたらこっちかなって思うんですけど、これならユナバースデーオーダーで狙えばいいかなって思います。ユナバースデーオーダーは7月29日ですね。で、次、覚醒のアドバンストルーパーってやつです。アドバンストルーパーっていうのは、アビリティ効果で進化強化限界突破しきると、アドバンストルーパー3なら攻撃300上昇。
4なら400、5なら500上昇するアビリティ効果です。で、この地のリラクゼーションリーファってやつは進化強化限界突破しきれば攻撃力が1個つけるだけで500上がるやつです。さっきパワーアライズ4の紹介の時に言ったんですけど、効果名被ってると片方しか発動しないので、このアドバンストルッパーってやつもすごく良くて、できれば覚醒付きがいいですね。覚醒アドバンストルーパーについてはこのさっきの74層の最強スキル紹介記事に書いてあるので、よかったらここら辺の見てもらえればと思います。で、次、刻印スキル、あと楽印スキルですね。刻印スキルっていうのはデバフで、そのデバフ状態にすると次に敵に与えるダメージが2倍になるってやつで、まあ、正確には2倍じゃないんですけど、このダメージ計算式ってやつに細かく書いてあるので、よかったらこちら見てもらえればと思います。で、刻印が強い理由はカオス討滅戦っていうのに使えるんですよ。カオス討滅戦っていう高難易度ダンジョンっていうのがあって、それをやるとこのゲーム最強の防具が作れるんですけど、それについてはカオス討滅戦について解説した動画があるので、それ貼っておきます、動画説明欄とかに。で、それでパートナーの小春、これいつもついてくる小春いるじゃないですか。メニューステータスパートナー装備ってやると小春にスキルをセットできるんですけど、このスイッチ枠スキル1っていうところにセットすると、自分がスイッチ打った時に連動して小春も打ってくれるんですよ。で、カオス討滅戦ってソロで基本挑むやつなんで、小春が一緒についてきます。だから小春が重要になるんですけど、小春のスイッチ枠に刻印セットして、で、自分の打つ直剣モッドとか強いモッドスキルとか、まあ自分が打つ強いスキルのダメージを2倍にするっていうのがすごく良くて、で、やっぱりこれデバフなのでパーティーのサポートがすごく良くて、この悠久の花ユナっていうやつは特にパーティーの攻撃力と防御力を強化するバフもあって、で、刻印スキルで、で、覚醒で、これがめちゃくちゃ強いです。で、片手コンだけじゃなくて探検スキルにもあって、トレジャーハンターフィリアってやつは刻印かつこの鬼バフっていう超強いバフ効果もあって覚醒で、で、刻印デバフってスイッチを使用時命中時っていう発動条件があるんですけど、これないんで、この同じ効果を持つシトロンナイトアリスってやつもないんで、まあ、小春に持たせてもいいし、自分で撃って次のダメージを高いものにしてもいいしっていう感じで、あと似た効果で楽印デバフっていうのがあって、この動画出してる時点では両手にビミリズベットってやつが唯一それなんですけど、これスタック式って言って効果を積み重ねていく感じなんですけど、これがめちゃくちゃ強いです。サポートとしては本当にすごく良くて、で、基本的に刻印スキルは片手コンに多いので、片手コンなんちゃらオーダーっていう星4が片手コンしか入ってないオーダーですね。それが来た時に収録されてたりします。ピンポイント狙いならやっぱりピックアップされた時にオーダー1周引き切るとか、それでも出なかったら2周3周するしかないです。で、次、第10位、トーコンブローリズベット。このトーコンブローリズベットってくっそ古いスキルなんですけど、 HP が 25% 以下になるとベラボーに防御力が上がります。だから第3位で紹介した直剣モッドと合わせるとめちゃくちゃ強いんですけど、この HP25% 以下っていうのを今すごく発動させやすくなってて、で、このカジバインゴットっていう解説記事で紹介してるんですけど、全世界3周年でインゴットっていうのが実装されて、で、そのインゴットの中に最大 HP が下がるデメリット効果を持つものがあるんですよ。で、それを武器に装着してからメイン武器に切り替えると HP を低く保ったまま切り替えられるんですよ。で、それで速攻で発動条件を満たせるの で、これで直剣モッド打つとめちゃくちゃ強いので、さっき言ったカオス討滅戦の155ってやつですね。まあ今はこれ冥国繁殖ってなってるんですけど、この特一ってやつ、冥国釈者ってやつ出た時にそれ使うとすごく良くて、で、このトーコンブローリズベットもかなり入手困難で、リズベットバースデーオーダーとかで狙うしかないんですよ。まあリセマラでこのゲーム始めた時にスタートダッシュ11連オーダーっていうのが引けると思うんですけど、一番最初に250ジェムで引ける確定枠が入ってるやつですね。それで一応引くことはできるんで、ただリセマラでこれを引くのはちょっと初心者には酷かなって思うんで、まあ入手困難っていうこともあって10位にしました。で、次、第11位、強いモッドスキルです。
強いモッドスキルは強いやつ倒すのに必要です。でも強いボスの周回って必須スキル揃ってないときつかったりするんで、まあこれあくまで初心者用のランキングなんでちょっと順位を落としました。敵の特徴やステータス次第ですけど、必須スキルさえ揃っていれば直剣モッドより火力出ることもあります。だから片手直剣以外でも活躍できるいい環境だと思っています。で、片手再建の強いモッドスキルで言えば、特にこの突風属性の生き残る石アスナってやつですね。なんで突風属性がいいかっていうと、61層フロアボスが弱点突風属性で、それ以外の属性に属性耐性がついてるんで、で次に出るカオス凍滅戦のカオススティーグは弱点属性が多分突風属性なので、これも効くんじゃないかなって思われます。できればこの片手再建のモッドスキルで言えば、この敵へのダメージが何パー上昇と攻撃力が何々上昇っていう追加効果あると思うんですけど、このダメージ何パー上昇と攻撃力が上昇ってどっちもついているやつが強いです。このダメージ計算式っていう解説記事で書いたんですけど、バランスがいいと高いダメージが出るので、このバランスが取れてて、かつ突風属性の生き残る石アスナマジで強いです。で、片手コンはサポートをメインとした武器だと思ってたんですが、まあ、今回ちょっと強いやつ来たんで、この動画撮ってる時点だとこのサイバーディメンションオーダーってやつのシビルタクラブリズベットですね。これが強いモッド素材で、でさっき言ったこの覚醒パワーライズのドラゴンシリカも収録されてるし、このシビルタアーシャリーファもすごく強い斧のモッドスキルなんで、このオーダーマジでおすすめです、初心者じゃなくても。で、探検もそこまで強くないんじゃないかって思ってたんですが、最近このトキアルゴっていうのが出て、この動画撮ってる時点でやってるトアナルトキのオーダーのこれが状態異常、毒やけど、出血、凍傷それぞれに対して効果が発動するので、あとは両手槍もやっぱり突風ですね。61層フロアボスに効くので突風属性がおすすめです。両手斧モッドで言えば、さっき言ったシビルタアーシャリーファとか、このレスキューオーダーで収録された火消しエギル、この打属性水属性ですね、この応援エギルもそうですけど、打属性水属性がカオス175の冥黒修羅像ってやつですね。カオスアスラ、これ弱点属性がダーミズ属性で効くので、ダーヒ属性もカオスワンアイドとかスカルリーパーとかに効くので、カオスワンアイドはカオス155ですね。で、中でも自身の残り HP 割合かける何パーセントか攻撃力が上昇するやつ、こういうモッド素材とか、敵の HP が50倍以上の時攻撃力が 100% 上昇する、こういうモッド素材とかが強いです。弓のモッドだとこの冷静なる射手シノンってやつが強くて、まあ、ターゲットが自身に向いてないモンスターに対してダメージが上昇するんですけど、自身の HP が少ないほど威力が上がって、で他にも攻撃力が上がる効果とか、まあいろいろあって、これめちゃくちゃ強いので、でこの何々ほどダメージが上昇とかめっちゃ強い効果なんですよ。特にでこういうの強いです。でやっぱり突風あるといいですね、こういうやつで。第12位、濡れ髪の乙女幸、これ濡れ髪でいいの、わかんない。バイタルアセンションっていうやつで、これ進化強化限界突破しきると、これつけるだけで防御力が400上昇します。しかも覚醒スキルです。防御力が上がるので直剣モッド威力が上がるし、やっぱ覚醒っていうのがすごく良くて、まあ、初心者に覚醒の説明すると結構大変なんですけど、まあ、知りたい方は覚醒に関する解説記事、動画説明欄にリンク貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。で、次、ハヤブサ斬り必須級スキルです。第13位で、強い人ならわかると思うんですけど、まあ、強い人この動画見てるか知らないんですけど、なんでこんな順位13位も落としたかっていうと、まあ、このハヤブサ斬りってやつ、正直直剣持ってより威力出るんですよ、強い人がやれば、時間かければ。ただこれってこのハヤブサ斬りに必要なスキルってめっちゃ多いんですよ。必須級スキルって呼んでるんですけど、まあ、さっき紹介したサクシアルゴ、サクシのアクスアルゴってやつとか、まあ、これすごく有名なトップスピーダーリーファってやつ、これリセマラで手に入ります。スタートダッシュ11連オーダーってやつで手に入ります。あとハジライナース小春ってやつと、まあいろいろバーストで発動して、で強いバフ効果が発動してる間に通常攻撃を連打しまくるとめちゃくちゃダメージが出るってやつで、この必須級スキル集めるのクッソ大変で、まあ、必須級スキル少しでも持ってればできないことはないんですよ、全然。ただやっぱりオーダーでピックアップされたやつ狙うんだったら、まあ、直剣モッド引いた方が必須スキル少ない割に周回が結構効率いいって話で、初心者の周回にはですよ。あとはやっぱプレイヤースキル必要っていうのもあります。
この通常攻撃を連打するテクニックをハヤブサ斬りって言うんですよ。まあ、詳しくはこのハヤブサ斬りとはっていう解説記事に書いてあるんで、よかったら見てもらえればと思うんですけど、まあ、ここにすっちゃんさんのハヤブサ斬り手元動画も載せてるんで、めちゃくちゃ強い人だと通常攻撃一撃でなんか60万とか、どうなんだろう、今100万とか出る人いんのかな、ちょっと異次元すぎて俺にはわからないんですけど、それを高速で連打するテクニック、これをやるとやばいっていう話で、ただやっぱバーストで発動しないといけないんですよ。このトップスピーダーリーファってバーストで発動するとこの巨人の怪力4バフっていうのが発動して、でこれが強力なバフ効果で、でこのハジライナース小春ってやつ、これも、ま、巨人の怪力3バフと、ま、HP が上がるやつ、これがめちゃくちゃ強くて、ま、この巨人の怪力バフってやつは自分の最大 HP が高いほど追加ダメージが上がるやつなんですけど、ま、これはバーストで発動すると効果持続時間が30秒に伸びるので、やっぱバーストで撃つと。であとこのボヘミアンペイントアルゴっていう覚醒スキルが、まあ、デメリット効果あるんですけど、このスイッチで使用し命中時30秒間自身の現在 HP に応じて追加ダメージってやつがめちゃくちゃ強いので、やっぱバーストで発動するからめちゃくちゃ準備に時間がかかるん でやっぱり速攻で倒せる掲示板の50層以下のフロアボスとかは直剣モッドの方が効率いいです。必須スキルが少ないし。で、まあ、この堅牢堅固ヒースクリフっていう覚醒アビリティもリセマラで手に入るので、どっちかあるといいのかなって思います。で最近は収録されてる星音が両手斧だけのオーダーにはハヤブサ斬り必須級スキルってこのトップスピーダーリーファぐらいしか入ってないことが多いので、以前にも増してさらに入手困難になりました。3周年でモッドスキルが実装されるまではこのハヤブサ斬りでみんな周回してたので、まあ、それくらいめちゃくちゃすごいやつなんで、順位は低いけど正直必須スキル揃ってれば直剣モッドよりめちゃくちゃ強いです、威力的には。ただやっぱボスが強いやつ出れば出るほどボスの一撃結構重くなってくると思うので、避けながらとか結構大変になってくるんで、まあ、初心者向きではないなって少なくともそう思ったので、まあ、順位は13位にしました。で次14位、カジバユミ。カジバユミっていうのは自分の残り HP が少ないほどっていう発動条件がある弓ソードスキルの効果を発動するために自分の HP をわずかに残して戦うスタイルです。これもめちゃくちゃ高い威力が出ます。もう威力的にはほんと最高クラスなんですけど、いかんせんいかんともしがたく集めるのが大変すぎる。あとやっぱり自分の HP わずかに残して戦うから一撃でも食らうとやられてしまうので、プレイヤースキルが必要です。でさっき言ったこの冷静なる射手シノンっていうモッドスキルも自身の HP が少ないほどっていうのがあるので、まあ、これに該当します。ただこのカジバ弓スキル、この必須級スキルが最近はあの弓オーダーにあんま来ないんですよ。てか1枚も入ってないこともあったりするかもしんない。でやっぱり闘魂ブローリズベットの時も説明したと思うんですけど、インゴットで HP 調整できるんで以前にも増してこれがやりやすくなったっていう話で、で強い弓のモッドスキルと併用も可能なのでめちゃくちゃ強いです。まあ、狙うとしたらシノンバースデーオーダーですね。8月21日です。あ、このサチのやつ紹介した時にこれ紹介するの忘れてました。このお掃除メイドユージオとかこのライトマジックってやつあるんですけど、この自身のレベルかける何パーセントか上昇するやつ でレベル上限解放されるたびにこれ結構強くなってくんで、で次第15位、マザーズロザリオってやつです。これはさっき紹介した忠義の盾キズメルってやつ、これのバフが入るんで、でこの盾キズってやつ、忠義の盾キズメルは初撃モーションが速くないとこのバフが乗らないっていう特性があって、これは乗るんですよ。で属性がこれ突属性だけなんで、で最近属性耐性あるボスが結構増えてるんで、自然属性がないこれ武器属性だけですよね。これ突属性だけなんで61層フロアボスとかにも使えるし、ただこれ単体11連撃ってめちゃくちゃ連撃数が多くてちょっと硬直時間が長いんですけど、この友情のコンビネーションバフっていうバフ効果がめちゃくちゃ強くて、で覚醒もついてて、でこれ結構威力出るんでスキル威力も高いし、これは15位にしました。まあハヤブサ斬りとかカジワユミとかに比べると必須級スキルも、まあ、初心者にとっては少ない方だと思うので、これ持ってれば強いのでいいのかなって思いました。まあ、25層のフロアボスのアスラとかにも使えるしいいと思います。以上で環境トップスキルレコードのランキング紹介を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。